肩の力抜いていこう。アナよ、鉄の気持ちを離れ。魔人剣うまくなるだろう。魔人剣離れ。深呼吸して。うまくいって。マジか。いらっしゃいました。私に何の用ですか？魔界の扉を閉じるためにあなたの力をお借りしたいのです。それと私たちなくしたアトミスムコアを取り戻したいんですが。手ぶらで私に頼み事ですか？いえ、そのあなたたちの非礼、正してあげます。覚悟しなさい。いきなりなんだよ。どうされたのですか？どうもこうもありません。てか逃げるな。ルナってこんな精霊だったっけ？違うと思うんですが。私に挑むとは愚かな者たちです。失礼なことをしたのなら謝ります。ですが許せません。もし逃げるなら今のうちですよ。誰が逃げるか。やるぞ。でも躊躇してられないみたいだよ。Thank you.
なんて乱暴だな。優しそうなのに。なんかおかしい。少しは手加減しろよな。なんか変くないか。アルテミス、おやめなさい。だってこいつらまたルナお姉ちゃんを連れてこうとしてんだよ。もうあなたを置いてどこかへ行ったりはしませんよ。約束します。だからその方たちをお通ししなさい。ありがとうございます。ありがとうね。ようこそいらっしゃいました。今度こそ本物だよな。ええ、先ほどはアルテミスが失礼をいたしました。いえ、それで要件は分かっています。あれはラグナロクの後、魔界の王と精霊王の盟約により、我がラグナロクってすげえ気が遠くなるような昔の話。その通りです。それだけに本来人間が触れるべきではないもの。あなたの力貸していただけるでしょうか。受け取りなさい。これを扉の前に掲げなさい。それからあなたたちが失ったアトミスムコアですが、どこにあるかわかんのか。マクスウェルの元へ行きなさい。行き場をなくしたアトミスムコアは統括精霊の元へ集うのです。うえ、またマクスウェルか。アルテミスの不手際でいろいろと面倒をかけましたね。申し訳ありませんでした。いえ、そんな。あの、それからあなたが何者なのかです。はい、僕ずっと自分のことを妖精だと思ってて。そうですね。でもあなたは妖精ではありません。では何なのか、そう問われても私にも分かりません。精霊でもわからないなんて。お役に立てなくてすみません。いえ、そうですか。元気出して。大丈夫だよ。気にしない気にしない。さ、行こうよ。君たちはマクスウェルのところへ行くんだよね。そのことなんですけど、ディオ、どうする？ディオ、どうしたの？なんだよ。これからどうするかってこと。どうするって、俺はあのブレイナーってのを何とかしたい。ブレイナーを？あ
いつのせいでエレメンツポット壊れたようなもんだろ。一発ぶん殴っとかないと気が済まないんだ。私もそっちに行くよ。言ったじゃない、大変な状況になってるのに放っておけないもん。力を貸してもらえるのはありがたいけど。くるる、俺らだってクレスさんたちの力になりたいんだ。うん、そうか、わかった。向かいましょう。すると森林へ。声を聞いただけでルナ様の美しさは分かっただ。戦わねえと分かって覗いてみたオラは勝ち組だよ。いやー、この世界にはこったらべっぴんさんが多いの多くねえのって。ましてや精霊様だなんて神秘的すぎて、オラもう興奮のるつぼだよ。問題はあのアルテなんちゃらってちっこいやつだ。あれはエトスケに任せて、その間にオラがルナ様にどうしたの、エト？ううん、なんか寒気がしたから。どうしたの？動けねえ。クロール、これは主命により、我々の邪魔をする者はここで消す。こいつらブレーナの操る魔族か。死ね。大丈夫かい？はい、ありがとうございます、クレスさん。ティオモ。あ、
チェスターさん。最後の切り札参上ってな。やっぱりお前か。帰ってきた連中に聞いて飛んできたぜ。町の方の魔物もパパッと片付けてやったし、もう大丈夫だ。ありがとうチェスター。あの魔物たちはこの森の奥から来てるんだ。ああ聞いた。こっちもパパッと片付けちまおうぜ。お前たちも来てたんだな。ああうん、俺やっぱここで待ってていいかな。どうしたんだ突然。ディオ、なんか変だよ。バルハラの時から変じゃねえって。別に。何見たのバルハラで。何も。私の見間違いじゃなければ、ブレイナーって人バジルさんだったよね。バジル。バジルってクラースさんの友達の。違う。だからディオ、なんか様子が変だったんでしょ。まだそうって決まってない。行こうぜクレスさん。ブレイナーってやつここにいんだろ。確かめる。エトはどうして自分のことを妖精だなんて思ってたんだ。ちっちゃな子供が僕のこと妖精だって言ってたから。それだけ。変な人に捕まった時も僕のこと妖精だって言ってた人いたし。捕まってたって、そんなことあったのか。うん。それに魔物と一緒に踊ってたら足跡が妖精の輪とか言って大騒ぎされたこともあるよ。それ前読んだ本に書いてた。くるる。エネルギー核にされて古代遺産の妖精兵器が蘇ったこともあるかな。妖精兵器ってなんかすごそう。なんだよ、やっぱエト妖精じゃねえのか。それよりも私たちの知らないエトの過去が次々と明らかになってるんだけど。アルテミスさんを見てたらなぜかアーチェさんを思い出します。似てるからじゃないか。似てるかな。寂しがり屋のくせに強がりな感じとかな。それでしょうか。でもそれ以上に強く印象づいてることがあるんです。ダオス戦役中であいつに会った時に何があったんだ。彼にルナと会うのを邪魔されて、でもアーチェと僕がキスしたら。だ、誰が誰とキスだって。黙っててごめんチェスター。あ、でも何もしてないんだって。あ、そっかって、いや別にあいつが誰とキスしようと関係ねえけどさ。あの時の印象が強いから思い出すんですね、アーチェさんを。どうしてバジルさんが悪い奴らに。そのバジルって人は君の知り合いなのかい。ああ、変わり者だったけど熱い人だった。人殺しするやつと仲間になる人とは違うのに。まだバジルさんかどうか分かんないんでしょ。ああ、うん、そうだけど。だったら信じようよ。そうだな、うん。メル、そのバジルってやつの顔を見たんだよな。それなのに分からないって。なんかディオ見てたらああ言わなきゃって思って。それに見間違いってこともありますから。メルちゃんはディオくんのお姉さんなんですね。いつもは俺が兄貴だってディオに言われてますけど。兄弟っていいよな。ああ、あいつら元気かな。子供たちのことですか。ああ、おかしいだろ、まだここへ来てそれほど経ってないのに。いえ、大切な人と離れ離れだとほんのひとときでもとても長く感じますね。そうだな、あいつらを引き取って1年半か。長いようで短く感じたのも
あいつらとずっと一緒だったからか。たった1年半であの子たち、あんなにチェスターさんを慕ってるんですね。ガキの重りは慣れてるからな。チェスターの頭がガキなんだろ。おい、こら、自分で思ってても人に言われるとムカつくぞ、それは。でも、そっか。アミがいなくなってそんなに。あいつがいない時間は1年にも10年にも感じた。あ、ふっ、やっ、もっと左か。チェスターさん、一生懸命練習してるね。くるるーる。時空戦士なのに未だに特訓してんだな。チェスターは自分が弱いって思ってるんだ。もちろんそんなことはないんだけどね。チェスターさんには何度も助けられました。そっか、チェスター見てたらやる気になってきた。俺もなんかやってやるぞ。クレール、なんかって何するの。もうディオったら、待ってってば。あの子たちの今後が楽しみだね。ええ、そうですね。力抜いていこう。うまくいって。Thank you.
魔術となれ。おしまい。やりましたね。ごちそうさま。深呼吸して。罠よ、敵を食らう。魔術となれ。